心理テスト3ドキ本音丸見えポロリもあるよ。はい、え、じゃあレノンです。はい、ということで前回やりました。はい、結構昔だけどね。うん、お絵かき心理テストということで、ま、心理テストシリーズ1,2,3,4 まであるらしくて、でまあなんとなく3を、ダウンロードいたしましたんで、やっていきたいなと思います。まあね、まあ一部をやっているということで、まあ僕のことを知りたい方もまあね、ごく稀にいると思うんで、まあそのごく稀の方のためにね、まあ僕のことをいろいろと紹介できたらなということでやっていきましょう。まあ言うて心理テストだからね、まあ全てを信じるか信じないかはあなた次第ということで、スタート。1、穴掘り。遊び方は、直感で絵を描いてアンサーをしましょうってやつですね。宝物を探すため穴を掘ることにどのくらい掘った。これさ、あれじゃね、浅すぎたら誰かに買っちゃうけど、でも深すぎたらまた掘らんといけんよ的な。まあこんぐらいじゃない、めっちゃ深いぐらいのここ、ここですね。はい、行きましょう。あなたの記憶力の悪さがわかります。はい、深く掘れば掘るほど、覚えててもすぐ忘れるタイプです。ちょ、微妙だな、おい。まっしょ、鼻毛を描いて。鼻毛か。まあ、出てるっていうことだよね。鼻毛出てるってことだから、まあ、もう、かっこ悪く出てたら恥ずかしいんで、もう、いっそなんか、ヒゲじゃねえか的な。もう、鼻毛だけじゃねえか的な感じで、このぐらい。よし、行きましょう。あなたは〇〇が多めかも。鼻毛をたくさん描いた人は男性ホルモン多めの人です。はい。わかんないです。自分ではわからん。とか、男性ホルモン多かったらなんなんってとこだよね。そんな詳しいやつおる。ということで、嘘をついたら鼻が伸びちゃった。どんぐらい伸びた。キノピオ出たから、まあ俺も伸びるんじゃね的な。もうすんごい長い。だからもっと伸びるわ。もうこれ以上伸びるわ。伸びまくる。ということで、長い方の丸々かも。この嘘が下手で浮気してもすぐバレます。なんか浮気する前提やん、これ。クソ最低。ある日突然、ほくろができた。どこに出た？ほくろは、ここがいいよね。目立たんとこがいいから、まあ、肩ぐらい。肩ですね。丸々してほしいところがわかります。肩！そこはあなたがキスしてほしい場所です。なんでやねん。肩！猿山で猿はどこにいた？てっぺんだろ！それはてっぺん！さすがにてっぺんでしょ。あなたはウェイウェイかも。頂点に行ったらパリピ、下に行くほどオタク。この心理テストをしている時点で、陰キャです。よし、次行きましょう。首輪を描いてみて。首輪か。に普通のやつ。スタンダードの普通のやつ。で、しかも赤ね。あなたの恋愛依存度がわかります。派手な首輪を描いた人ほど恋人なしで来ていけないタイプ。これスタンダードすぎるわ。恋人なしでいいわ。YouTube が恋人。よし、次行きます。高価なガムです。1枚いくら。でしょ。800円ぐらいじゃね？すごく高価でも800円でしょ。ガム1枚だもんね。よし、〇〇の金額がわかります。他人に貸していいと思える最高金額です。800円以上はさすがにいけるかな。よし、行きましょう。地蔵を見て、ふと思い出す人は誰？ふと、あれです。まさおくんです。クレヨンしんちゃんのまさおくん。クレヨンしんちゃんのまさお、さすがわかります。あなたの癒しになる人です。そうでもないよ。クレヨンしんちゃん見て癒しになってる人おる。逆に聞くけどおる。よし、次。オレンジで思いつく人は哲也です。あ、ちょ、めっちゃ呼び捨てちゃったけど、はい、東海オンエアの哲也さんです。はい、あなたと〇〇が合う人、気が合う人です。会ったことあるけど、その視聴者としての会っただから、そんな知らないよそんなの。気が合うとか。お化けが出た。なんと言っている。お化けだぞ。さすがにこれでしょ。お化けだぞ。お化けだぞ以外でなんかある。あ、うなるっていうのがあるわ。まあいいや。お化けだぞ。オッケー。お化けだぞ。お化けだぞ。あなたが、あ、じゃあ、あなたを丸々できるワードです。はい。と聞くと、何でも言うことを聞いちゃいます。は？バナナを好きなだけ書いてみて。バナナか。まあまあ、一房っていう意味で、まあ4本かな。4本。です。理想の回数がわかります。何なの高専、これ聞かんでくれん。しかも一生じゃねえわ。今までの人生でゼロだわ。ふざけんな。行列のできるラーメン屋に来たあなたの前に何人並んでいる。
けど、まあ僕はね、まあ、うん、最初の方に並んだんで、まあ前には2人しかいないと、そういうことだよね。ということで心の広さがわかります。前の人数が多いほど心が広い。逆に前一番ん自前なほど短気。短気かな。結局まあ、嫌いな。次、謎の料理を発見。どんなキャッチポッ、じゃもう言えねえじゃんか。どんなキャッチポッ、じゃもう言えない。もういいや。知らない。直感で角度に印をつけて、まあ、90度でしょ。90度だよ、それは。もう直角、もう、登っていく人生を歩んでいきたい。あなたのなんとかぶり、ちょ、読めねえんだけど、がわかります。角度が大きいほど、異性の前で性格が変わっちゃいます。90度よ!バランってことね。まあ、多少は変わるよ、的な。うん。変わるって、とか、それ性格じゃなくない?性格って変わったら性格じゃなくない?よし、次行きましょう。突然電話がかかってきた。どんな内容だった?まあ。人気がないね、この僕からしたら。まあ、電話がかかってくることなんてまずないんですけど、まあ、かかってきたとしたら間違えたらね。間違い電話だよ。間違い電話でしか、行きましょう。あなたが人間不信かわかります。他人を信用していません。間違いかな?俺、あっそうとしかならないんだけど。信用しよう。スマホ落としちゃったらどれぐらいひび割れた?っていうところを考えて、まあ、こんぐらい。ここの端っこの方のフィルムが割れたぐらい。よし、行きましょう。頑張るあなたの〇〇がわかります。今のストレスの大きさです。まあ、間違ってはないけど、まあ別にあってもないわ。うん。いや、それ、茂みの向こうに何かが、それは何だった?なんか、俺の理想系のなんかドラクエとかファイナルファンタジーの感じがする。すごいなんか街、うん、書けないからぐちゃぐちゃって書くけど街ね。うん、あなたは気づいていない、ん?気づかないふりをしているだけかも。一人は現在誰かに好意を持たれてます。ってことは僕は好意を持たれていません。はい、知ります。はい、行きましょう。手のひらに一本だけ線を書いて、長さは自由。ああ、そう、僕ね、生命線がね、もうすぐ途切れてんのよ、この辺で。この辺で途切れてるから、まあ、生命線が長い、ありたいということで、まあ、もう一周しちゃう、うん、こんぐらい、うん、生命線として書いたわ。よし、行きましょう。隠れ丸々かもしれない。先ほど隠れリア充、線が端までつなげたらリア充になりたいヒリア。合ってますね。はい、次行きましょう。爆弾キーは、眠らないための薬。こう感じています。今の人生に対する思いです。意味がわかんないよね。うん。よし。恋人と記念にプリを取ったよ。一言書いてみて。は?よ。うん、ここに名前だよ。もう適当だわ。リフがわかります。この結果は CM の後で。恋人とプリを取ったことがない、この俺にこの質問をしてくるあたり、このアプリ最低と思わん。ということで、〇〇をした後の、〇〇後のセリフがわかります。はい。後に、ちょ、あんまり言いたくないんだけど、昼間だよ、今日。今日とか、撮ってる時昼間だから言いたくないんだけど、に言いがちな言葉です。まあ、相手のはまだわからんくもないんじゃない?まあ、知らんけど。うん。知らんけどね。自分の名前言うところやばすぎだろ。よし、ということで、すぐに思い浮かぶ異性の名前を3人書いて、リアルに知ってる人書いちゃったらあれなんで、まあ、芸能人とか有名人にしましょうか。佐藤奈だな。うん。最近というか、佐藤奈が好きです。はい。で、ゆきりぬね。忘れてた。危ねえ。ゆきりぬの、一気にね、いろんな人にね、興味を持つことがないんで、3番目はいない。あなたの本当に好きな人がわかります。はい。3番目に書いた人が3番目に書いた人が本当に好きな人です。いないやんけ。いないやん。大会で日本代表に選ばれた。何の大会だった?人生を送る大会。ね。思うんだわ、そう。そう送ってると思うんで、まあ僕自身が。だから平凡な人生を送る大会で日本代表に選ばれましたと。何がぴったりかがわかります。はい。あなたが入るべき部活です。どういう部活?うん、これどういう部活 ?1 から24で一番大人っぽい数字は。まあ、個人的に2が好きで、まあ、その2が2つ並んでいくっていう、まあ、この22が大人っぽいかなと思います。はい。あなたの考えていることがわかります。
日にこの数字の数だけちなことを考えています。ふざけんなよお前。じゃあもう口に対してあかんわ、ほんまあかんだわ。もう宮川大輔呼ぶぞ。あかんわ。そんだけ考えていますって、なんでそんだけお前は断言できるんだっていうね。そういうことで絵に何か足してみてと、うん、これどっからどう考えてもトイレしてる風にしか見えないんでトイレにします。はい、トイレ。ここがわかります。これはあなたが一度してみたいプレイです。どういうこと？俺トイレ質問多すぎる。ふざけんなよもう。ふざけんなよもう。ふざけんなよ。懐かしいこと言ったわ。あ、さばこうとした魚が喋り出した。なんと言ってきた。なんと言ってきた。うん、共感してくることをも、あ、言ってくると思う。眠い気持ちがわかります。あなたが友達に裏切られた時に思うことです。眠い。間違ってない。ラストにしましょう。海の深さはどれくらいだった？足が届かない。まあ、多分足がねこんぐらいだと思うんですよ。足このぐらいだと思うんで、まあ本当にめちゃくちゃ深くないとやばいんで、もう一番下だわ。一番下。あなたの〇〇の深さがわかります。はい。ほど嫉妬深くてめんどくさい性格です。間違いはないけど、こんなになんかそういう風にされたら困るわ。うん。